よろしくお願いいたします。プロテオムのデータ、プロテオムデータベース J ポストですけども、まあ、こういうメンバーで、3年間開発を続けてまいりました。で、簡単に言いますと J ポストは3つのパートからなっておりまして、1つはリポジトリ、2つ目は再解析、3つ目はデータベースと、この3つの部分でなっていて、まあ、そのデータをインテグレーションしたりシェアをしたりするというのが基本骨格になっております。で、リポジトリのところですけども、2年目の夏にこの国際コンソーシアムであります、プロテオミクスチェンジというもの の, メンバーに正式加入いたしました。で、それによりまして、まあ、共通のフォーマットで、生データもしくはその解析結果を格納するということができて、ております。で、プロテオミクスチェンジですけども、欧州と米国にそれぞれ拠点があっただけですので、まあ、我々がこのアジアオセアニック地区にラウンチすることによって、まあ、世界的な世界標準と、まあ、なっているということであります。で、我々のそのリポジトリとしての特徴の一つは、このアップロードスピードが、まあ、非常に速いということでありまして、そのもちろん国内は一番速いんですが、南米からも 4.4 メガバイトパーセカンドで、データを送れるというのが既存 の, アスペラシステムと比べて も, もう数倍速いということで注目を集めております。で、これによりまして当初予測しておりましたそのユーザーですけども、もちろん国内が一番多いんですが、実は2番目はもうアメリカでありまして、それから例えば南米とか、それからこの辺りからもちゃんとデータが、こうサブミットされているという状況であります。で、これはこっち時間で、プロットしておりますけども、まあ、順調にデータが積み上がってきているということからも、まあ、国際的に認知もまあされてきているということであります。で、論文としましても NAR の, 特集号に、まあ、このプロテオムエクスチェンジの、アップデートの中に、まあ、我々が入っておりますので、まあ、もちろん入っているんですが、まあ、それだけじゃなくて、リポジトリとして、まあ、論文を投稿して、まあ、認められたということになっておりますが、一つ名前がこの J ポストというのがイエルサレムポストと区別ができないということで、エディターから名前を変えなさいと、まあ、強い圧力を受けて、まあ、最終的にはこの J ポストリポということになっているんですが、ということで、今ラウンチをしています。ただウェブサイトとしては J ポスト DB.org ということになっています。で、詳しくはポスターがありますので見ていただければと思います。で、非常に重要なのが、まあ、この後再解析をすることもあるんですが、メタデータであります。で、なかなかやっぱり、きれいなフォーマットで入ることが少ないので、ここのマニュアルキュレーションがキーであります。で、ここは非常に丁寧に、まあ、対応することによって、まあ、いろんな情報をこう今入れつつあるところであります。で、自動化できるところがどこまでできるのかっていうのは、まあ、今後の一つの課題なんですが、まあ、できるだけ自動化をしてやっていきたいというふうに思っております。で、ポスターもここに、予定しております。で、再解析の部分について、ですけども、再解析の基本的なコンセプトとしては生データからピークをピックするところ、それからそのデータを使ってタンパク質データベースに対してこうマッチングをするサーチエンジンの2つについて、まあ、複数のものを組み合わせることによって、結果を最大化するというのが基本コンセプトであります。ただしこれをしますとフォースディスカバリーレートがどうしても、上がってしまうということがあります。これはあるスコアで、その、フリクエンシーで、こう、グラフを書かせたものですけども、これが、まあ、正しいヒットで、これが、まあ、嘘のヒットと考えますと、まあ、ここがちょうど A 分の B がフォースディスカバリーレートになるわけですけども、まともに、やると、まあ、こういうふうなどうしてもオーバーラップがあるということであります。で、どこで線を引くかによるんですけども、思い切って右の方で引くと正しいものも失ってしまうし、で左の方で引くと嘘がどうしても混じってきてしまう。で、この効果はその大規模データになればなるほど大きくなるということが分かっていますので、根本的にこの2つの山をできるだけ離すと
という取り組みが必要なわけです。で、我々はこのために J ポストスコアというものを新たに導入しました。で、詳しくは述べませんけども、まあ、こういうものをうまく考えて新しいスコア化をするとこの2つの山を離すことができるということをちょっとお示ししたいと思います。で、これは上から下にランキングをつけているわけですけども、このデコイの嘘ヒットがこうちょこちょこちょこと混じってきますと、ここで、シュレスホールドを引くと、5分の2が嘘ヒットだということになりますが、この嘘ヒットのランキングを下げることによって、フォースディスカバリーレートが良くなるということになります。で、このようなスコアリングにこの J ポストスコアがなっているかどうかっていうのを確認したのがこれです。で、こちらが、ヒットの数だと思っていただいたらいいんですが、より多くのヒットがより少ない FDR で、この J ポストスコアでは得られるということになります。で、これはある一つのデータセットを使ってますが、異なるデータセットを使っても同じような傾向が見られている。で、さらに違うサーチエンジンを使ったときに、これはそのマスコットというサーチエンジン、こちらはエクスタンデムというサーチエンジンですけども、こちらがその普通のデータベースで、こちらがデコイデータベースを使ったときにヒットするものですけども、この2つの山が J ポストスコアを使うとよりこう分かれるというのが分かっていただけるかと思います。で、全部の結果をマージして最終的にはこうなるわけですが、この2つの山がこれらに比べるときれいに分かれているということが分かるかと思います。で、最後、データベースですが、一つの特徴としてはこのカスタマイズできると、ユーザーがその場でカスタマイズできるというのを特徴にしています。で、再解析後に、データが、J ポストの中に格納されているわけですけども、その中から、ユーザーがいろんなフィルターを使って、我々スライスと呼んでますが、こうスライシングをすることができるわけです。で、例えばあるキーワードで、スライシングをしますと、そのキーワードにヒットするさまざまなプロジェクトが、現れてきて、この中から例えば1番目と3番目と4番目と6番目を使ってこの子の解析をしたいという時には、それらにチェックを入れて、次の解析に回すわけです。で、そうしてできたものを、スライスと呼んでいて、このスライスについてさまざまなビューアーで、自分の好きなように形で、アウトプットをするということが、その場でできるようにするというのがコンセプトであります。で、これはある一つ の, 一番基本的な、プロテインブラウザーですけども、アミノ酸シークエンスが一番上にあって、で、どういうペプチドが見つかっているかっていうのがあります。で、そこに、例えばフォスフォリレーションが入っていると、そのフォスフォリレーションがスライスの中でどのぐらい頻度あったかっていうのがこの縦バーで現れると。それからもう一つユニークなフィーチャーとしては、例えばこのリン酸化同士が同時に起きているか起きていないかっていうようなこのリンケージ情報も同時に入るということです。で、さらにはそのユニプロットからこのリン酸化情報についてのアノテーションを取ってくることができているので、それで、この PTM を同時に見るということができるようになっています。で、もう一つ重要なのが、プロテオフォームであります。で、ショットガンプロテオニクスで解析がされているので、ペプチド断片で情報は現れているので、タンパクの全長がどういう姿であるかということが、その場ではわからないということになりますので、それぞれの断片についての定量情報が必須となります。で、その情報をこれはすでにもう入れ込んでいて、いろんなプロテオフォームがどのぐらいの出現頻度で出ているかというのがこの解析で分かるようになっております。で、これはケグのパスウェイに絶対定量値を貼り込んだものであります。で、いろんなパスウェイを選択することができて、で、そこに測定をした定量値を図示することができるというようなビューワーも用意をしております。
これもこれについてもポスターを、出しております。で、今まではその開発した部分について紹介させていただきましたが、で我々自身で、まあ、この J-POS を 使う一つの応用例の一つとしてこのミッシングプロテインというものを紹介させていただきます。でミッシングプロテインといいますのは、遺伝子レベルまでは確認されていても、タンパク質としていまだにまだ存在が確認されていないものをミッシングプロテインとしてヒューマンプロテオムプロジェクトがアサインをしているものであります。でそれがこのネクストプロットというところに、入っていますので、このネクストプロットと照合することによってこのミッシングプロテインが、各スライスの中各プロジェクトの中でどのぐらい見つかっているかというのが、まあ、瞬時に分かるようになっているわけです。でこのミッシングプロテイン のプロジェクトはその国際、プロジェクトが走っておりまして、クロモゾームセントリックヒューマンプロテオームプロジェクトという CHPP というものが、ありまして、クロモゾーム3が東京大学の川村先生で、クロモゾーム X が私が、代表者として、まあ、プロジェクトに参加しているわけです。で、このミッシングプロテインを探そうというので、例えばこういう論文でこれはすでに、J-POS の中にレジストレーションされているデータセットですが、これを先ほどのツールにかけますとこういうものがミッシングプロテイン候補だというのが上がってくるわけです。でこれを使って今度はこれインパクトというの、これもJ-POSの中にすでに入っておりますけども、その中で mRNA レベルでのエクスプレッションがどのぐらいなのか、それからこれは合成ペプチ、標準ペプチドで標準タンパクの、切断ペプチドですでにどういうフラグメントが取れるかということが分かっているものなので、そういうものとの照合を行って、SRM 定量 MRM 定量で、定量可能かどうかというのをここで確認をして、そのまま、そのペプチドを使って対象飼料に添加をすることによってその存在を確認するということをやるフローになっております。で例えばこれやった例ですけども、先ほどのサンプルを使ってやった結果、これ少なくとも2つはこれミッシングプロテインの、まあ、ちゃんと見えたんじゃないかというのを、ちょうど先々週の、ダブリンで行われたこの HPP ミーティングで、報告をしたということで、まあ、1つの応用例であります。で、まとめますと、その J-POS のリポジトリ再解析データベースというものを、まあ、開発してまいりました。で、リポジトリについては PXC のメンバーとして、まあ、順調に稼働しております。で、再解析は J-POS スコアというものを開発して、まあ、これによって大規模データにも対応可能なものになったのではないかというふうに考えております。で、データベースについてはこのスライスのコンセプトを使って、まあ、カスタマイズ可能なものをできるだけたくさん準備するということと、ユーザーにできるだけフレンドリーなものを開発していきたいと思っております。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。